ハイン・リヒ・シュルスヌースはドイツのバリトン歌手、ブラウバッハの生まれ、フランクフルト及びベルリンで声楽を学んだ。1915年にハンブルクでのローエングリンの訓練刺激で初舞台を踏んだ。この年から2年間ニュルンベルクで歌い、1917年から1950年までベルリン国立歌劇場に所属した。この間、 1927年と1928年のシーズンはシカゴオペラにも出演し、1933年にはバイロイト音楽祭、1937年にはパリオペラ座にも登場している。フランクフルトにて没する。優れたレガートと気品のある歌唱で知られ、オペラにおいてはドイツ人歌手でありながら、ジュゼッペベルディの初役でも欧州各地で名を馳せた。 フィッシャー・ディース館が登場する以前のドイツリートの歌唱様式の典型をテノールのレオ・スレザークと共に形作っていた歌い手でもある。a b オックスフォードオペラ大辞典。ウォーレク、ジョン・ハミルトン、1928。ウエスト、ユアン、大崎、シゲルセイ、1948。西原、ミノル、1952。平凡者。 P312 ISBN4-582125212 ありがとうございます。